したの？ワクワクする。聞いたんだけど、失敗を見られた時じゃなくても人って確かいつもとは違う一面を見られた時なんだって。例えば新しいコス、もしかしてマスターが私と寝っ転がってた時恥ずかしいって言って、あの時別に私たちいつもと違うことはしてなかったよね。やっぱなんか違うのかな。ねえ教えてよマスター、どうしてあの時恥ずかしがってたの？え、恥ずかしいから教えない？なんだかこんがらがってきたよ。恥ずかしいって難しいな。でも私諦めない。難しくても時間がかかっても頑張れたから。恥ずかしいがわかるまでマスターと一緒に寝るの。そしたらそのうちわかる日が来る気がするから。ダメとは言わせないからね。ほらほら、そのまま横になって。ありがとうね。今日の買い物はあとこの2つを買えば OK ね。クレハ、この商品あっちの通りのショップじゃないと買えないよ。ああそうだったわ。こっちのアイテムは、レイちゃんそっちのアイテムの買い出しはお願いしてもいい？こっちは私たちで買っておくから。OK。 じゃあ行きましょうか。あ、もう一つ先のみ、そういえばさ、今度、あ、家ってリアルの話よ。ちょっとあの辺に用事があって。ねえ、もしあんたが暇だったらでいいんだけどさ、今度現実、こっちでは頻繁に会ってるけどあっちでは最近全然会ってないでしょ。だからマスター、クレハ！お店の前に変な機械が、撮影したからちょっと見て。奇妙な機械？ほらこれ。これはカプセルトイね。懐かしいわね。なんかそうなの？そうそう。あ、そういえばあんたと昔一緒にこういうので遊んだことあったわよね。私も今思い出したくらいだもの。忘れてたとしても仕方ないわ。何何？私もその話聞きたい。クレハとマスターの昔話だよね。え、そうよ。幼馴染だからね。家も近くて昔はよく一緒に遊んだわ。それで二人でよくこういうカプセルトイを買って中身を集めてたの。普段は運のいい方なのにカプセルトイだけは変な雑魚キャラっぽいのしか出てこなくて。泣きべそ書いてたこともあったよね。楽しそう。それでどうなったの？仕方ないから私が取ったやつを交換してあげてたのよ。鼻水垂らしながら喜んでたわよね。クレハとマスター、小さい頃ねえねえねえ、もっとそういう話聞かせてよ。クレハとマスターのこともっと知りたいな。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ほらさっさと行くわよ。クレハ、さて買い物も無事終わったことだし今日はそろそろログ…ねえマスター、クレハ、さっきの話なんだけど。だからもう忘れたって。でも気になるよ。
小さい頃、二人はずっと一緒にいたんだよね。そんなにずっとってわけでもない。なのに、どうして離れちゃったの？ GGO で久しぶりに会ったんでしょ？ああ、そういうこと。もしかして…喧嘩…そうじゃないわ。ええ、そうね。引っ越した原因はいくつも親の仕事の都合とか、借りてた家の事情とか、あとお姉ちゃんの学校のこととか。クレハの…ええ、うちのお姉ちゃんすごく頭が良くてね、学業を優先するためっていうのも理由の一つだ。あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でもそう思ってる。でも知らないところに行くのは不安だったし、友達と離れちゃうのはお姉ちゃんのせいじゃないって頭では分かってるんだけどね。クレハは今でも悲しい。まさか。それよりもさ、買い物も終わったことだし、カプセルトイをプレイして。ログアウトはいいの？気が変わったの。ちょっと気分転換したくなった。よし、じゃあこのクエストに挑戦する。今から？ちょっとに…じゃなくてキリト君、そろそろ夕飯の時間だよ。あっと、そうだった。今日は母さんも帰ってくるんだっけ。仲がいいなとは思ってたけど、やっぱりリーファとキリトさんって今日…あ、言ってなかったんでしたっけ。あの…そうみたいだね。兄弟ってこんなに仲のいいもんなんだ。あれ、クレハは一人っ子なのか。あと、悪い、リアルの話。あ、ううん、だ、私も今聞いちゃったし、みんなのことは知ら。私にはお姉ちゃんがいるんだけど、これがすっごく優秀な。そう、すっごいんだから。家族だけじゃなく、親戚も先生たちも褒めない人がいないくらい。まあ確かに今でも似てないけど、そりゃああれだけ優秀な人と比べたら霞んじゃうのが辛い。ああ、私は私なりに勉強も部活も頑張ってるんだけどな。頑張るたびに言われる言葉は、さすがはあのお姉さんの妹さんね、とかですか。よくわかったね、リーファー。ふふ、ぷっぷ、私はさすがはあのお兄さんの妹。はいはい、出来の悪い兄ではある。気持ちが全然こもってない。本当仲がいいんだね。ここでそれを言います？うん、だってうちと全然違うから。私の場合は結構気を使うんだ。お姉ちゃんに恥ずかしくない言動をしなきゃって。そうなのよ。これでもね、悩みの一つや二つはあるんだから。でもちょっと意外でした。え？あ、すみません、変な意味じゃないんです。ここでのクレハさんってすごく元気でのびのびとしているように見えるから。ああ、確かに我ながらそう思った。現実のしがらみから解き放たれるのもこの世界のいいとこ。そうね。そういえばクレハさんはあなたとお話ししてる時が一番。おお、それはそうかも。リアルではいろいろあるけど、こっちの世界では引っ越す前に戻って幼なじみのお世話を焼いてあげてるんだって考えれば、私が自分らしくいられる理由もよくわかる気がするわ。ありのままの自分でいさせてくれる幼なじみか。そういう。ありがとう、キリトさん。リーファも気づかせてくれてありがとう。どういたしまして。はあ、バトル終了ね。お疲れ様、クレハ、マスター。二人ともすごく息が合っていたね。ありがとう。別に大したこと。いや、タイミングがまさにあうんの呼吸だったぜ。あれは
相当息が合ってないとできない代物だ。そんな褒めすぎだってば。二人は確か現実世界でも昔馴染みなんだったよな。やっぱり長い間連れ添って連れ添ってはいないから。確かに付き合いは古いけど、そんなのって関係あるのかしら。あると思うぜ。例えば俺がさっきの連携をしようとしても難しい。え、あのキリトでも。ああ、アスナやシノンたちとやろうと思ってもかなり厳しいだろうな。正直私にはピンとこないわね。ん？クレハはマスターと仲がいいって言われても。そういう意味じゃないわよ。でもああ、そういえば思い出した。あんたさっきのドロップアイテム確認した？すごい超レア装備だよこれ。持っているプレイヤーはほとんどいない。おお、やったじゃないか。もう2人でラストアタック決めたのに、どうしてあんただけそんなのドロップしてんのよ。マスターがゲットしたレア装備だけど、いろんなところで話題になってるみたい。今度 MMOtoday でラッキープレイヤーとしてニュースになるらしいよ。へえ、そうなのね。私別にいらないから羨まそうなの。てっきりクレハも欲しいの。え、なんでこの前マスターがレア装備をゲットした時。そうだったかしら。ああ、みんなここにいたのか。キリトさん、クレハが欲しがってた例のレア装備、もうあの付近にはないみたいだ。リソースの関係かもしれないな。え、あれからクレハはすごく頑張ってドロップ狙ってただろ。だからアスナたちにも頼んで情報集めもしてみたんだ。悪い、なかなかいい話は聞けてないん。ああ、もうキリトさん、なんでそれを言っちゃうの。え、なんかごめんな、そういうことだったのか。いえ、よく考えればキリトさんはちっとも悪くないです。むしろ気にかけてもらったのに。いや、俺たちが勝手にやったことだし別に構わないさ。うるさいわね。あんたが自力で手に入れたんだから私もそうしてみせるわよ。クレハ、そんなこと言わずに一緒にやろうよ。ま、そういう問題じゃないの。私が自分でやらなきゃ。あんただけには。てクレハ、はあ、なんか勢い余ってあんな風に言っちゃったけど、感じ悪かったかも。悪かったよね。すっごく良くなかったよね。レイちゃん、さっきはごめんね。なんか空気悪くしちゃって。マスターは気にしてないよ。クレハは昔から向上心が高いからって言ってたし。なんかそう言われると。あとね、マスターはクレハ。え、何の話。昔マスターとクレハが喧嘩した時の話だよ。それは、ああ、懐かしいわね。あいつクラスのいじめっ子たちと派手に喧嘩したことがあったの。きっといじめられてた子をかばおうとしたんだと思う。でも喧嘩したことを先生に叱られた時もあいつ何も言い訳しなかった。その掃除クレハも手伝ったんだよね。マスターに何も聞かないで一緒に。そんなことはもう。え、本当に。だってクレハ、掃除のことは。でも仕方ないわね。あいつにも手伝わせてあげなくもないわ。私は、いや、優しいから。オッケー、じゃあ私マスターに伝え。ちょっとレイちゃん、すぐじゃなくてもいいわよ。別に後からでも。すぐの方がいいって。マスターもクレハと仲直り。そうかな。マスターのとこまで。ねえねえお兄ちゃん、ん、今日の晩ご飯何がいい。お兄ちゃんの好きなの作ってあげるよ。本当か。でも軽いものでいいよ。今晩クラインたちとクエストに付き合う約束しているんだ。もうゲームばっかりなんだから。リーファさん、君は今
どこにいるのかな。へりくつ言わない。ご飯はちゃんと食べようよ、できるだけ。へいへい。あ、メニューは任せるよ。すぐの料理は何でも美味しいからな。じゃあ買い出しに付き合ってね。冷蔵庫の中は空っぽな。なんだ、そういう魂胆だったのか。だってたまには買い物くらい一緒にしたっていいでしょ。わかったわかった、荷物持ちでも何でもいたしますよ。やったー、せっかくだからちょっと寄りたい店もあるんだけど。まあちょっとそれは置いといて。ところでクレハ、入り口に立ちっぱなしでどうして。あ、ごめん、その出直してこようか。クレハさん、え、いつからそこに。お兄ちゃん、キリト君も気づいてたら教えてよ。なんというかすごくいい雰囲気だったから邪魔しちゃ悪いかなって。あ、私たちは兄弟だからね。それは聞いてるって。変な意味じゃなくて仲がいいなって。私にはお姉ちゃんがいるけど、リーファたちみたいな会話は。え、うん。あ、仲が悪いわけではないんだよ。むしろお姉ちゃんが万能すぎて全部完璧にやってくれるんだよね。ツッコミどころなんて全。へえ、全部完璧に。そのお姉さんはトレードは不可だからな。私はリーファたちみたいな兄弟ってどっちがいいとかじゃなくてね。ありがとうクレハさん。じゃあ買い物までに何かクエストにでも行こうか。だからよ、俺は真剣。真剣なのはわかるけど、受付のアファ室に何度も何度もプレゼント、さすがに。何言ってやがる。1回でダメなら10回、10回でダメなら100回、それが諦めないってことだろう。でもクラインさん、もう100回どころじゃない。努力と根性は認めなくもないけどね。あの人はな、この赤っちゃけた GGO に咲く可憐な一輪の花なんだ。それをめでるより大切なことがあるかってんだよ。心の癒しは誰にだって必要だ。そうだろう。結局は下心じゃない。バカバカしい。だからって NPC に迷惑かけるのはな。おいおい、冷てえな。こういう時は応援の一つもしてくれるのが友達ってもんだ。ん？おお、な、お前なら分かってくれるだろう。この俺の愛と美にかける情熱ってもんがよ。そうかそうか、ああやっぱりおめえ、初めて会った時から分かってたぜ。そう、あの時も俺は彼女と一緒だった。おいクラ、そうだ、やっぱりお前と行くのが運命なんだ。なんだか様子がおかしいわね。よし、俺の親友にすっげえクエストを教えてやろう。聞いて驚け。これはな、あのタイプ B さんから直々にオファーされたものなんだぜ。なんだと。え、本当にイベントが進んだんで。これは奇跡ね。あなたきっと一生分の運を使った。俺の運なんて構えやしねえ。むしろほっ、まさか本当に用意されているとはな。一体どれだけ話しかけたのかしら。ある意味すごいことだよね、異形っていうか。全然偉くはない。とにかくだ、クエストってんなら準備しねえと。今さら何言ってやがる。悪いがこいつは俺たちだけで行かせてもらう。さ、出かけようぜ。クエストってのはそれにふさわしいものが浮き。ああ、うん、まあ。おう、土産話を楽しみにしてろよ。さてと、やってきたぜ荒野エリア。いつもは味気ねえフィールドが今日は。このクエストはな、昔のつっても宇宙時代だけどよ、その頃の戦闘服が手に入るって話。昔はレーザー武器真っ盛りだったはずだからな、当然動きやすさ重視だろ。きっとこう薄手でグッとくるデザインに違いない。タイプ B さんに渡したら来てくれるかな。今から楽しみだぜ。お、そろそろ目的地だ。
戦かといって探索できそうな建物はねえし、話せそうな NPC もいねえ。このツルハシか。まさか足元の地面を掘れって言うんじゃねえだろうな。おいおい、マジか。このツルハシ食いいぜ、掘ってやるともよ。俺はタイプ B さんに約束したんだ、絶対にクエストをクリアしてみせますってな。ツルハシは一本しかねえみたいだな。お前は周囲の警戒を頼むぜ。何が起きるかわからねえ、油断すんじゃねえぞ。さて、一つ宝探しとし、ん、お、なんだか土が柔ら、もうすぐなのかもしれねえ。一気にほっ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 、よしよしよし、あとは周りを掘って、あああああ体がしびれた。いって、とにかく早く掘らねえと。どうもこいつに衝撃が伝わると、衝撃を与えずに掘るなんて真似はできねえし、どうしたもんか。いや、気持ちはありがてえが、このクエストだけは万に一つ。悪いけど、もう少しだけ見張りしててくんねえか。こいつは俺が責任を持って掘り出すからよ。で、ふう、なかなかでっけえ代物じゃねえか。俺、あー、ちちち、なーに、平気だぜ。こういう無理は何度もして、俺の仲間たちはいいやつなんだが、すぐに無茶するのがたまに傷でよ。俺、そういう時はフォローとか軌道修正とかしたりされたりするけどな。真からこれって決めたことだったらさ、無茶して無茶して、でもそうこうしてるうちに、その、それにここでくじけたらタイプ B さんに申し訳が立たねえからな。そいつは俺の武士、またスクルドみたいに連絡先くれるかもしれないしな。楽しみだぜ。いやいや、なんでもねえ、こっちの話だ。さあ掘るぜ。よし、だいぶ形が見えてきたな。どうやら輸送ポッドみてえだ。よしよし、こいつ開閉装置はあの辺か。よっしゃ、やったぜ、俺はやったぜ。ありがとうよ。開閉装置のメニューを開いて、オープンコマンドを、おいおい、くしゃみでも触波が出るのかよ。ん、なんだか様子が、ブースターに火が入った。いげ、このパッド飛ぼうとしてやがる。うわ、あ、あ、ちちちち、だけどよ、ここまで来て見逃せるかよ。こうなりゃ力づくで押さえつけてやるぜ。俺はロケットなんかに負けねえ。こういう無理は何度もしてきたんだからな。おかえり、無事に戻ったんだな。あ、クラインは？え、嘘、大丈夫？まったく無茶しやがって。あいつはいいやつだが、こういうとこがたまに傷だな。輸送ポットで空に行くか、宇宙空間まで行っちゃったかな。ポッドの中ならともかく、外じゃね。ただし、でもデッドしたならとっくに戻ってるはずだろ。そのまさかよ、クエスト完了してきたぜ。クラインさん、あなた生きてたの？ご覧の通りピンピンしてら、あれくらいでこの俺がくたばるかって。もちろん報酬も手に入れたぜ。中身はまだ確認してないんだけどよ、一緒に見てみようぜ。こいつは良さそうなデザインなのに。こいつはおめえに任せるぜ。おめえの好きなようにしてくれ。なんだ、えらく気前がいいな。苦労し、なに、
俺を信じてついてきてくれた礼だ。それにあの人に渡せないんじゃ仕方ねえからな。いいってことよ。あの人にもらったクエストを成し遂げた。ねえ、私にレシピを預けてくれたらその衣装を作ってあげられると思うよ。それはいいな。もしかしたら流行るかもしれないぞ。あ、そうなったら私も使いたいな。おお、いいじゃねえか。そうなりゃ GGO も散った華やかになるってもんよ。そうね、クライン、あなたにしては上出来じゃない。バカにして悪かったわね。あ、じゃあこれクラインブランドってことにする？よせやい、柄じゃねえや。でもそうだな、クライン。ええ、分かったわ。よし、みんな、なんか食いに行こうぜ。ほら、アスナ、装備は揃えた？銃は剣と違って弾丸なしじゃ役に立たないんだから。わかってるって。ちゃんと整えてるわよ。リズこそ救急ち、もちろんよ。消耗品の補充なんて基本も基本だもん。ちょっとこっち向いて。はい、これで。お、いい感じ。ありがとね、アスナ。いらっしゃい。こんにちは。私を誘いに来たのかな。ま、ちょうどいいとこだったかも。お互いにね。リズったら。ね、これから狩りに出るところだったの。そろそろチェックも済むところ。よかったらあなたもどう？お、即決。私そういうの好きよ。じゃあちょっと高いところから辺りを確認しましょう。変なエネミーがいても困るしね。なら、うん、あ、うん、あれはプレイヤーね。みんな実弾銃を持ってる。多分 PVP スコードロンだ。どうしよっか。先に見つけられたからこっちが有利ではあるけど。私はちょっと嫌だな。え？ほら、私たちはエネミー狩りのつもりだったから準備の段階で不利なわけだし。別に装備に困ってるわけじゃないから、プレイヤーから銃のドロップを狙うこともないし。でも、お、おやおや、バーサクヒーラーさんは血に飢えておいでで。別にそんなことはないけど。まあそうね、そこまで言うなら回避しましょうか。そうしましょう。あの人たちの進行方向が、あ、君もいい？ありがとう。じゃあ早く離れましょう。ねえリズ、もしかして GGO の PVP 苦手？苦手なわけじゃないけど、なんだかうまくいかないんだよね。こうビニール袋越しに銃を持ってるみたいな。照準がちょっとだけブレるような、トリガーがほんの少しだけ重いような、そんな感じ。変な話よね、ハンマーで叩くよりトリガーを引く方が簡単そうなものだけど。銃器を使うのが合わないとか？まさかまさか。銃って装置として見るとなかなか複雑で面白い。カスタマイズを考えてて、ふっとタイマーを見たらすごい時間経ってたとかあるし。いけない、大声出したら気づかれちゃう。そうね、回避って決めたからには成功させないとね。ここで待ってて、ちょっと向こうを見てくる。うん、お願いね、アスナ。うん、私さ、プレイヤーを打ちたくないんだよね。多分自分のことなのに多分なんて言うのは変なんだけど、人に銃を向けた時のあの感じはきっとためらいなんだと思う。でもね、なんでためらうのかは正直よくわからないのよね。だから自分でも
どうするのがいいのか。みんなには内緒よ。こんな曖昧な話聞かされたって困るだろうしね。アスナ、遅いわね。何かあったのかもしれないし、私たちも見に行こうか。あ、アスナ、どうしたの？遅かったじゃない。それが、何か気配がある気がして辺りを確認していたの。でも何も見つからなくて、戻ろうかどうか考えていたところなんだけど。アスナに限って気のせいなんてことないと思うわ。え、アスナ、狙撃よ。山地の方向、少し上。予測線が出るはずだけど。アスナ、そのうち。うん、さっきの射撃でしばらくは走れないわ。仲間と合流するのを待っていたのに。とにかく救急治療キットを。アスナ、撃つわよ。ええ、ありがとう。でも急所に当たらなくてラッキーだったわね。これ違うわ、リズ。ラッ、ん？急所に当てなかったのはわざと。私を足手まといとして残すため。こういう戦術聞いたことがあるの。生きていれば助けが必要になる。そうなれば残りのメンバーも集まって仲間を救いたいっていう気持ちを利用した獲物を逃さないための罠だから、きっとすぐに襲ってくるわ。そんな、リズ、よく聞いて。すぐに離れれば相手の裏をかけるはずよ。大丈夫、手は動くもの。もっと安全なところから援護してくれれば。許さない、リズ。絶対に許さない。誰かを助け、アスナ、ここにいて。私が何とかしてあげるからね。ええ、お願い、二人でアスナを。さあ次は誰。リズ、何言ってるの、落ち着いてるわよ。って、あれ、うん、ごめん、ちょっと頭に血が上ってたわね。ありがとう、リズ、助かったわ。ほら、もう足も大丈夫。よかった。あなたもありがとう。切り抜けられてよかったわ。動けるようになったから追撃もできるけど、どうする。もう今なら負ける気はしないけどね。逃げる相手を後ろから撃つなんて嫌だもん。正面から来たらまた相手してあげるわよ。そうね。リズは、ん？いや、いや、やめない。嬉しかったんだよ。二人でアスナを守りましょうって言ってくれて。ああ、アスナ、よしよし、いい子いい子。ああ、もうどうしてこうなったかな。あ、二人とほら、狩りは終わり。早くグロッケに戻るわよ。あ、リズベットさん、ゆいちゃん、いいところで会えたわ。ねえ、これから買い物行く。お買い物ですか。衣装のお店で水着のセールをやってるんです。 GGO の世界で水着なんて何に使うのかわからないわよね。もしかして水中ダメージが減る装備とか。それで水中戦が増えたら水中銃がバカ売れするようになるかも。さすがにそれはないと。でも川や湖もありますし、そこで遊べたら楽しそうですね。いいですね、みんなで泳ぎに。よし、決まり。みんなで可愛い水着買おうね。張り切ってるわね、リズは。見せたい相手でもいるの？何言ってるの？別にいないわよ。でも水着ってちょっと恥ずかしい気もしますね。着る。その気持ちはわかるわ。別に誰に見せるわけでもないんだし、女の子同士なんだから恥ずかしがることないって。私はママに見せたいです。キリトさんに見せるのはちょっと。え、パパに見せてはいけないんですか。ユイちゃんが見せるのは大丈夫よ。とにかくお店に行こう。たくさんありますね、水着。確かにこんなに種類があるとは思わなかったわ。ビキニタイプにワンピース。うわ、こんなに
デザインもあるんだ。この黄色い水着かわいいです。うん、きっとゆいちゃんによく似合うね。試着。はい、それじゃあみんな好きなの選んで試着。みんな着替え終わった？皆さんの水着早く見たいです。ゆいちゃんの水着かわいいですね。すっごく似合ってます。ありがとうございます、シリカさん。シリカさんの水着なんてあんまり着ないから。とか言ってシノもかなり大人っぽい水着を選んだじゃない。シリカもちょっと冒険してる。いいね。リズさんもいつもより大胆な感じですよね。そうなの、なんか試着してたら楽しくなっちゃって。まあさっきも言った通り誰に見せるわけでも。それじゃあ皆さんパパのとこ。ちょっと待って、ゆうちゃん。キリ、はい、皆さんが水着を選んでるってさっきメッセージを送っておきました。キリトさんに見せ、せっかく皆さんが可愛い水着を選んだんですから、パパからもそれは楽しみだなって。キリトのやつ、中止。ゆいちゃん、そのお披露目会は中止にして。ダメですか？ダメだよ、だってこんな格好で。私もキリトさんに見られるなんて恥ずかしいです。私も当然無理。ごめんね、ゆいちゃん。そうですか、残念です。すみませんでした、皆さん。あ、ゆいちゃんは悪くないよ。キリトが楽しみとか言うから悪いんだ。あの、そうね、後できつく言わないと。ちょっと残念な気もする。どうしたの、シリカ。いえ、なんでもないです。私の後を今日ずっとつき、気のせいかとも思ったんですけど、さっき気がついたらすごく怖くて。あなたが通りかかってくださってよかったです。まだ近くにいるのかな。どうしよう、今日はいろいろ回るつもりだったけど。ございます、嬉しいです。それじゃあ最初はガンショップに着きました。ここ私が見つけたお店なんですよ。レア度の割り、あれ見てください、あっちの上の棚。すごい値段でも。あの天井の角のところ、何か、あれ、人です。変な姿勢ですけど人間ですよ。出て行っちゃいました。 GGO のアバターってびっくりしました。一瞬ですけど目が合いました。いつの間に先回りされたのかな。あんな風に隠れてるなんて。とにかく出ましょう。あの私グロッケンでこんなに必死に走ったの初めてです。でもとにかく動かなきゃ。物陰が全部怪しく見えちゃいます。遠くや上も警戒して慎重に。ずいぶん駆け回りましたね。今度こそ引き離せたんでしょうか。それらしい人はいませんね。はあ、なんだ、どこか個室でちょっと休みませんか。いえ、変な意味じゃないですよ。ほら、個室ならシステム的に保護されてて外からは見られませんから。
さっきの人が追いついてきても安全かなって。 OK ですか？やっと落ち着きました。あの人どうして私をつけ回して、あんなに急いだのに先回りされたんですから。きっとあの人 AGI もアクロバットスキルも私たちを見失わないんだから、索敵スキルブロッケンの塵にだってすごく詳しくなきゃ無理ですよね。それだけの力があるのに、こんな子供みたいなこと、なんだかおかしいですよ。私はあの人ときちんとぶつからなきゃ。私の大切な人たちならきっとそうするだろうなって思うんです。もちろんそんなことしたら危ないのは分かってますけど、今もちょっと怖いですけど、やっぱり私あの人とお話ししてみます。きっとあの人この近くまで来てますよね。この部屋から出たら会える。ただそのそばにいてほしいです。はい、それじゃあ出ましょう。そこにいるのは分かってます。出てきてください。シリカちゃん、まだその人といるの？あなたはこんなに可愛くて素敵なのに、そんな人とずっと一緒にいるなんて。待って、私の話を聞いてください。いいですか？こんなことよりフィールドに出てこの GGO を楽しい。 GGO はいいゲームです。私の言った、シリカちゃんにそう言われたら。いいわ、フィールドにだってどこにだって出ますとも。でもそこのあなたにも来てもらうわよ。今日一日私の憧れのシリカちゃんと過ごしたんだもの。最後あなたのせいで傷ついたこのピュアなハートの分、あなたのハートもブロークンしてあげる。物理的にね。そんな、私も行きます。もう射撃の腕まで私より上。ほんと傷つくわ。思ったより。ではおね、私もう街で他のプレイヤーを追いかけ、隠れて盗み見たりもしませんね。しないです。わかりました。あなたはどうですか？さあこれでおしまいです。私たちは町に戻りますね。お姉さんもこの先を気をつけて。とにかく誰も怪我しなくてよかったです。でも無事に済んだのもあなたのおかげです。それにちょっと楽しくもあったかななんて。まだ時間も早いですし、よかったらもう一度クロッケンを回りませんか？きっと一人じゃ見つからないようなものが見つかると思うんです。やった、それじゃ行きましょう。あ、いらっしゃい。こんにちは。どうしたの？私たちがいるのが不思議よ。騒しくてごめんな。さっき俺たちで、でみんなで祝勝会ってわけよ。こらこら、反省会だったでしょ一応。でもクエストは大成功でしたし。反省一理あるわね。
次に活かせる情報はもうだい私もシノンさんに賛成です。検討が必要なことは検討したと思います。パパ、そっか、ならもう祝勝会でいいんじゃないか。ほら、ゆいちゃんもこっちにおいで。相変わらず仲いいわね。ま、あたしもお祝いには賛成だけど。ああ、はい、そうですね。いやー、しかし GGO ってのは面白いな。銃ってのも使ってみるとなかなかのもんだぜ。そうね、注意深さが報われるいい世界よ。アップデート。本当にこんな世界もあるんですね。私はサブマシンガンがお気に入りです。シリカちゃんそれ得意だもんね。リーファちゃんはどう？私ですか？さっきからちょっと上の空みたいだったから。そういえば最近リーファたまにぼーっとしてるわよね。そんな悩み事。最近飛んでないなって。そういえばそうですね、エールオーデはいつも。そうなの、 GGO は好きだけど飛べないのだけは残念で。エールオーは妖精たちをアバターにする VRMMORPG なんだ。妖精だから羽があって飛行、特に大型アップデートで飛行時間の制限がなくなってからは自由に空が飛べたんだ。リーファちゃんは飛ぶのが好きでね、しかも上手だったの。速度もすごかったし、それに精密なのよね。空中でダンスまでできてたし。あら、いいアイディアね。 UFG なら対空時間も対空。確かに UFG を使ってると飛んでるみたいに見えるわね。いいじゃない。試す価値はありそうだ。いいの？羽と UFG 原理から違うから体感にも差が出そうね。どんな感じだったか後で教えてね。では急げです。早速やってみましょう。いっぱい空を味わってきてね。改めて見てみると GGO ってこれならかなりの高さまで行けそう。よろしく。上がった。すごい加速。体が風を切っていくこの感覚、まだ上がれるよ。ここが一番上だね。あー、やっぱり飛ぶって。ありがとう。私ね、 ALO が大好きだった。 ALO は妖精同士が覇権を争ってる世界で、そこでは自分の力で空が飛べたの。もっとうまく飛べるようにっていっぱい練習してね。 ALO の真っ暗な夜を月に向かって飛んでいると、体と一緒に心の中も軽くなっていく。あれは妖精の世界、 ALO の中だけの魔法みたいなものなんだって。でもね、今あなたと UFG で飛んで分かったの。この世界の風だって私を解き放ってくれる。この赤い空はちゃんと私を包んでくれる。広くて高くて途方もなく遠い。それにしても高いところだよ。私 GGO でこんな高さまで。ごめんね、久しぶりに空に出てちょっと舞い上がってたのかも、空だけに。私が滑って落っこちちゃわないうちに降りよっか。地上に到着っと。ありがとうね。やる気が出てきた。え？だってあたしも UFG 欲しい。あなたがゲットできたんだから、あたしにだってできるはず。手に入ったら一緒に飛ぼうね。やっほー。うんうん、はーい、
おう、いらっしゃい。かん。よう、元気そうじゃねえか。これはいいタイミングさあな。いやな、俺たちはエギルが見せたいものがあるっていうから来たんだけどよ。何しろエギルだもんな。悪い話じゃないんだろうけど、財布に厳しいことも。おいおい、ご挨拶だな。俺は顧客。なるべくはってことだろ。悲しいことだが、商売に。まあ、ちょうどいい。三人ともこっちに来てくれ。さーて、お立ち会い。防具としての性能もさることながら、この洗練された外見は美しい。スパイクとショルダーアーマー、盾、レアリティも高ランク。こいつを装備すれば一躍時の人は間違いなしってもんよ。ああ、おう、どうだ、欲しくなっただろう。え、お、ここで売ってやってもいいんだが、何しろレアものだから相場ってやつが当てにならねえ。データ面から一応の値付けはできるが、どうせなら付加価値ってやつ。うん、まあ使い心地とかのレビューがあると、うん、あとはあれだ、似合うやつに着こなしてもらうってのだな。やっぱよ、かっこよく装備されてるものは欲しくなるじゃねえか。ほう、なるほど。ちょうど今4着あるしな、みんなでこいつを装備して狩りに行こう。もちろん手間賃は出す。どうだ、頼めるか。これも乗りかかった船か。レベリングにもなるしな。三人とも助かるぜ。行き先は。ひゃーれ！へい！へえ！せいや！え、エギルのやつ、すごい気迫だな。斧を振り回してるのと勘違いしてるんじゃねえだろうな。銃だぜ、銃。さあさあ、もっと張り切っていこうぜ。せっかく来たから。だなあ。そうだな。てえ、ね、キリトよ、お前は一応剣だから様になってるよな。この格好でちまちま照準器を覗く俺の悲しみがわっ。クライン、お前ももっと声出せ。あ、わったよ。おら、どけどけ。くらせい、レアドロップでも落としやがれ。そう、君も頼む。よし、いいぞ、行くぜ。なあエギル、結局あのアーマーどうなったんだ。うん、どうやらマニアの目に止まったらしくてな、結構な値がつく。ちゃんと儲けたんだな、さすがじゃねえ。俺もお前たちのおかげだ、感謝してる。ああ、俺たちが役に立ったのなら。おうよ、こういうのはお互い様だからな。そうだな、何かあったら今度は俺を頼ってくれ。とは言っても口約束で礼を済ますってわけにもいかんよな。なんだ、分け前でもくれるのか。マジで、俺欲しいレアアイテムあるんだよ。まあ直接クレジットってわけじゃねえが、例のチャンピオンな。お前たちなら特別に仕入れ値で売ってやるぜ。いや、俺たちじゃ販路がないから売るのは難しい。切ればいいじゃないか。なんだと？あれ着て街に出れば注目の的だからな。いや、俺はいいよ。そうか？ならクラインはどうだ？いや、俺もちょっと。あれ着てれば新しい出会いがあるかもしれないぞ。いや、しかし。お前も欲しくなったら言ってくれよ。注文はいつでも受け付けるからな。もっとも先に在庫がはけちまうかもしれ。
君もログインしてたんだ。僕もさっきログイン。いいよね、ジジイを。できることがたくさんあって。うん、実はね、今日は新しいことにチャレンジ。そうだ、せっかく会ったんだし一緒にやらない？二人でやれば楽しさも2倍だよ、きっと。ああ、そっか、ごめん。まだ何？GGO っていろいろと乗り物があるでしょ。そういうのに興味が湧いてさ、それでバイクに乗ってみたいなって。ちゃんと運転するのはすごく難しいらしいんだけど、何でもやってみないとね。うん、決まり。それじゃあバイク借りてきたよ。はい、君の分。こっちは僕が乗るね。よっと、これがクラッチ、こっちがギアで、アクセルが。危ない危ない。倒れちゃった。でも難しいのは分かっていたことだしね。見てて、ちゃんと乗り越え。そうだ、そういえばさ、君はバイク乗れるの？そうなんだ、すごいね。どうして乗れるか聞いてもいいかな？そっか、これってあれかな、人に歴史ありみたいな。見直したって言うと変だけど、さーて、僕もどんどん練習して走れるようにならないと。また転んじゃった。ちょっとずつ感覚はつかめている気がするんだけど、やっぱり難しいね。でも僕、こうやって挑戦できるってことがすっごい。 GGO みたいなゲームをしてなかったら、マニュアルオートバイの練習なんてできなかったと思うしね。ここの練習場にいるプレイヤーはフィールドでうまく運転できるようにって来てるんだろうけど、僕はとにかくバイクで走ってみたかったんだよね。みんなでツーリングしたり、高速を飛ばしたり、夜中にフラッと海まで走らせたり。本当、まずはこのバイクを乗りこなさないとね。よーし、やるぞ。HP は減ってないけど、さすがにくたびれてきたよ。ドリンク持ってきたから分けてあげるね。ちょっとゆっくりしようよ。さっき HP は減ってないって言ったけどさ、いくら転んでも怪我一つしないのはちょっと物足りないかな。ああ、別に痛い思いをしたいわけじゃないよ。そうじゃなくて、体験の厚さっていうか濃さっていうか、とにかく全部感じたいな。アルバイトしてお金を貯めて、時間を作って教習所に通って、厳しい教官に怒られたりしながら運転を覚えてみたいにさ。うん、すごくしたいとは思ってるけど、しばらくはちょっと難しいかな。実は僕、リアルでは病院にいるんだよね。無菌室から出るのは無理でさ、もうずっとこうだから、多分だいぶ時間で言ったらかなり長い方じゃないかな。ああ、誤解しないでね、今にも死にそうって言うんじゃないよ。ちょっと前までは余命3ヶ月なんて診断されてたけど、最近は。それでやっぱり気持ちが少し違ってきたんだ。みんながいっぱい励ましてくれたからかな。なんていうか、普通今回もそうだよ。だってほら、その、改めて言うと恥ずかしいけど、バイクで青春とか、憧れない？え？それって、タンデムでってことだよね。いいね！そういうのも楽しそう！ぜひ。すごいな、思ったよりずっとドキドキするよ。スピードも振動もさっきとそんなに変わらないのに、こう連れて行かれちゃうっていう感覚が新鮮。ずっといいなって思ってたんだよね。みんなでツーリングと予算を立てて、予定合わせてワイワイ言いながら計画してさ、
前の日の夜がワクワクしてうまく眠れなくて、待ち合わせの時間にちょっと目をこすりながらおはようって。お昼はお弁当か、それともどこかのお店に入るのかな。目的地はどこだろう。海とか山とか遊園地とか、案外走るだけが目的かも。こうやって君の背中で揺られてるとさ、そういうことの実現にちょっと経って今僕はこうやって風を感じてるんだからね。そりゃ今はまだ VR だけど、そのうちリアルでも同じことができるよね。そうだね。うん、バイクもちゃんと練習しておくからね。もうびっくりするくらい上手くなってみせるから。華麗なテクニックでビュンビュン走っちゃう。でも今はこの時間が大切かな。僕を遠くへ連れてって。今日はありがとう。すっごく楽しかったよ。それに君の特技も分かったし、今度はリアルでツーリングできるといいな。それじゃあまたね。